シーズンの第3号そう振り返った大谷翔平です。ここはワンアウトランナー2塁の場面、ライトに上がっています。これは伸びはありません。ライトの松井和夫が取りました。そして素晴らしいボールが返ってきました。今セカンドランナー足の速い西川がタッチアップしようかどうかというところ、今の一連の松井の守備大塚さんどうでしょうか。あれやっぱり内野手を出身なんでね、前に出てくるプレーに対しての足の運びであったりスローっていうのはやっぱり完璧ですよね。後ろに下がった時ってなかなかね、内野手って後ろに下がってプレーするってことがないんで、もともとやっぱり肩すっきちょうに強い、どっちかといえば内野守ってる時はそれをちょっと抑え気味に投げてた選手なんでね。